はい、どうも、ボッカン監督です。今日もウイニングイレブン2016マイクラブやっていきたいと思います。メンテがね、行われまして、はい。ライブアップデート、こんな感じになってますね。イニエスタ、絶好調。います。ルーニーいない。セスク、好調。よしよし、ウィリアン、絶好調。エジル、好調。ということでね、ペドロも好調か。いいんじゃないでしょうか。この辺までか。はい。あと気になる。あれ？メッシが不調ですね。なんでなんですかね。ネイマールも不調です。あれ？なんで？トニー・クロースも使ってないけど不調。ジャクソン・マルティネス、ダニエル・アウベス。結構不調なんばっかりなんですけど。なんか悪意感じますよ、これ。うちのチームの。キーマン2人が不調です。あれ？あれは？怪我したアザールは？アザールは普通なのか。マジで？あ、これ、ほな。おまかいな。ほんまか。ほんまか。メッシ、ネイマール。ダブルでダメですね。これちょっと困りましたよ、今回。まあね、アップデートでね、ベストオブディセンバーみたいなのが来てますね。期待の持てる。一番やっぱね、このメンテコがね、ちょっと楽しみですよね。いろいろ見たりするの。で、スペシャルエージェントがね、確かベストオブディセンバー、じゃないかと思ってたんですけど、やっぱりそうでしたね。ベストオブディセンバー。ちなみに12月活躍した選手、まあ主なところで言ったら、ノイアー。イグワイン持ってないですね、この2人。欲しい。イニエスタは持ってる。エジル持ってる。ベイル持ってない。欲しい。ということでね、なかなか良さげなガチャですよね、これ。どうだろう。14.3%だ。もう1つか。で、トップエージェントがね、なんか、マイコインが100円？まあ、100円で引けるみたいな。かなりお得感あふれるガチャになってます。普段10回10人選手獲得しようと思ったら2500円かかるところを1000円でいけるというね、かなりお得ですよね。これはね、マイコイン183しかないけど課金しろってことなのかな。15.7%ね、黒。どうなんでしょう。15.7%が10回引いたら1個引ける。なるほど。で、監督もね、リストアップされてます。ベップペッ、ペップですね。ペップ。いつもこれペップって呼んじゃうんです。ペップ。ペップグアルディオラね。3バック。ダメですね、3バックは。よっすらしてる。これ。わー。今のまんまの方がいいっすね。ピーター・ディルス。これは変わらず。これ誰？あー、パリの。あ、これいいんじゃないでしょうか。僕これ欲しいですね。あ、これいいな。確かに。毎週見て、あ、これいいじゃん。これ取ろっかな。アルバールサ、あ、これね。バルサンね。はあ。いやー。欲しいのここだっか。あそこがオフェンシブミッドフィールダーになってんのがね、欲しいんですよね。3トップで。まあまあ、まだ時間はあるんでね、じっくり考えたいと思います。ではね、本日のガチャからいきましょうか。どうしようかな。やっぱりね、ベストオブディセンバー。せっかく、まあ、せっかく来てるんで、これ回したいと思います。1万 GP でいきましょう。なんだっけ？さあ、いきましょうか。黒が2個ですね。はい、いきます。あ、ちょっと早いわ。はい、金です。スパイク。おお、モンタージュ。マフレーズ。右サイドハーフ。アルジェリアのね、イーストミッドランズ。チーム名変わってないかわからんわ。ははー。また右サイドはハーフか。ハーフはね、
ポジションがないんですよね、ここ。サブのね、監督。一応入れときましょうか。放出アイテムできますからね。ということでね、本日のガチャ、ベストオブディセンバー、こうなりました。はい、試合の方ですけどね、やっぱりオンラインチャレンジカップ、これをね、やっていきたいと思います。クリア報酬がベストオブディセンバースペシャルエージェント獲得できるということで、はい、これやっていきましょう。4試合で勝ち点6以上、まあ、平たく言えば2勝しろってことです。いきましょう。さあ、早速対戦相手決まりました。早いですね。しまった。選手変えるの忘れとったな。まあいいっすわ。おし、押し出し、押し出しマンか。はい。アルバーロサイス。強いやん。選手いい感じっすね。で、メッシ、ここな、ほんま。困ったな、これは。どっちか、こっちかこっちみたいな感じでいきますか。ネイマールかメッシ。ね。相手はね、結構小兵ですね。小兵というか、ちっちゃいですね。スピード、こんな感じでいきましょう。で、このね、レジェンドはね、常普通ですよね。まあまあ、そうだ、一つ気になったのは、ロペカルがね、いつもスタミナがなくなってるんですけど、94ありますよね。終盤になったらいつも体力ないみたいな。はい、これでいきましょうか。ちょっとね、セントラルミッドフィルダーの、バッジオ・トゥーレとね、出らし、いいですね。まあ、相手はスピードそんな速くないからな、前線が。メッシで行く？ネイマールで行く？どっち行こうか。ネイマールで行こうか。前半ネイマール、後半、メッシ。一応ね、在籍期間がネイマールの方が早いし、先輩なんでね、うちのチームでは。まあ、メッシは結構ベンチスタートさせますんで、分かってくれるはず。皆さんこんばんは。本日のマッチはパリ・サンジェルマン対 AC ミラン、ザンクとヤコブ・パルクよりはおい、届けしやってまていりきまましす。ょう。解説は北澤さん、実況はジョン・カミラです。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。こんばんは。よろしくお願いします。さあ、前半見ていきましょう。パリ・サンジェルマン対 AC ミラン、強豪同士、世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょ何してんの？どうなってんの？う。目まぐるしくボールの持ち主が変わ戻ってきる。ましたよ。抜けてくる。中に入れる。こう、枚あ数かん。ターンで危険でしたね。ちょっと入りすぎたか。これをカットします。スルーパスを出す。来た。ジルー。OK。うまいな、足元。ジルディフェンスの寄せにあっていたんですが、ガものチともョ。せずシュートゴールでした。お、ちょっと待って、ボ危ディバない。ランスですよね。そうですね。体を寄せらちょっれたとと一旦落しちて着きまも、しょそれを跳ね返せう。ジる力、ル。はい。これがゴールを生み出しましたよね。ポンポンとね。さあ、ミラン、この序盤に早そくうもさ失点せすん。るゲームよ展開し、にいいなりましぞ。たね。まあ、相手のパフォーマンスが良かっロッたのもありシー。ますけどもね。やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導ダ権をメ握るだ。ための特に大事な時間帯なので、集中しなければいけないですよね。パリ・サンジェルマ今ンが、がこの早い段階で点が入ったことにおっついてどと。うご覧になっていますか。この時間帯のリードっていうのは非常に戦いやすいんですよね。ちょっと、少し変わらへん。サイドのスペースへ走らせいいボる。ールですね。やばい。やばい。OK。クレール誰？よしよし、マイボール。ドゲイ。やめろ。危ない。チャンスだ。危なすぎる。どうだ？これはチャンスおっだ。と。来た、チャ
ャンスだ。来た。ロベルト・マンチェロ。危ない。ナイスキーパー。助かったよ。この場面でスーパーセーブです。いや、すごい反応ですよね。あ、やばいやばい。ロブ・カルデュはちょっと、ヘッド勝てんぞ。バラン、バランがいい。あ、でか、あいつ。それはややトゥールだもんな。デロッシー、ここも行こう。カウンター、カウンター。上がっていく左サイド。お。セルヒオ・ブスケツ。アザール。イニエスタへ。味方を走らせる。あ、オフサイドか、やっぱり。オフサイドです。バッチョにパスしちゃった。あ、バッチョ。ここは人数をかけて奪いに行きます。めっちゃやばい。アザール、イニエスタ、ジルー、裏のスペースを狙う。チャンスだ。いけるぞ。いけるぞ。自分で行く。いいアンベルナと。チャンスだ。え？何これ。しっかりディフェンスしました。ヤヤチが優しい。細かいパス回し。ちょっと待とうか。ベルナト、これはなかなかこじ開けられない。前線へのボール、前線へ出す。危ないね、危ないね、こういうの。前半29分が過ぎました。危ないね。バッジョ怖いよ。バッジョからミューラー、ペドロに渡る。裏に味方を走る。バッジョ、うまい。やめて、やめてくれへんかった。まいったね、これ。結局なんかすごいバッジョに翻弄されましたね。なんとなくね。そうですね、これはワールドクラスのゴールですよね。これくらいの選手になるとフリーで受けるタイミングっていうのが反射的に体に染み付いているんでしょうね。いや、見事なゴールでしたね。ああ、ちょっと、あらららら、全然攻めるね。 AC ミラ、ここで追いつきました。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね。両チームともちょっと全然ボールキープできてない。さっき攻められてばっかりだ、これ。こういうの一番。ここはそうですね。待ってね。ジル。組み立てています。フラストレーション溜まるよ、これは。ミルナ。僕のね。ジル。アザール。よし。ネイマール。前半の41分を回りました。よし。セルギオ・ブスケツ、イニエスタ、ジルー、ロングフィード。チェ、ミューラー、グレーブ、ボールのチャンス抜けた。このボールをカットします。やって、これチャンス来た。自分で行く。あんなアホだ、やめろよ。アザール。あ、非常に動きがあるファースト。はい、そこがポイントになってますね。やはり予定通りというか、ネイマールがね、同点で終了しています。こんな感じになっちゃってますわ。疲れたって言ってます。でも、もうちょっとね、あのメッシのためにね、あの後半から行くメッシのためにもね、もうちょっとだけ粘っていこうかなと思います。マイボール、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 よっしゃ、マイボールや。そんなマイボールの仕方あんの。セルギオ・ブスケツ、イニエスタ、アザール、サイドのスペースを使います。リードがありますよ。ボールはロベルト・カルロス、上げる、オーク、ギタリと合わせてきましたがゴールになりません。持ってきてますし、ただ守ろうっていう話じゃないですよね。今なんか人数これね、引き分けはね、結構負け同然なんですけどね。
大体3回引き分けて1勝ってまず無理ですからね。デロッシ、ベルナト、ミルナー、 AC ミラン、なかなか前にボールが運べません。スルーパスを出す、来たチャンスだ、ボールに勝ちますよ。シャラッキー、はい、事故です。アリサンデルマン、アリサンデルマン勝ち越しのゴール決めています。一応ね、あれでもゴールはゴールですからね。最後キーパーとの対決、見事決めましたね。いや、しっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。特に1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負でもありますから ね、 瞬時に相手の動きを見て超危なかった。判断する冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですよね、これはね。今日2点目です。え、さあ、パリサンジェルマン勝利に向けて一本抜け出しました。それはまずいっすよ。パリサンジェルマンとしては後半いい入り方ができてますからね。いいリズムのうちにどんどん行くべきでしょうね。スペースへ出す、よし、中央へ、勝て、勝てんか。ロベルト・バッチョ、バッチョ、ヘドロックからミューラー、ややトゥレ、さあ前線へ。ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。よし、味方を走らせる、勝てるかこれ、スピードの勝負、勝てるか、勝ったぞ。クロスを上げる、まだありますね、チャンス。デロッシ、ロベルト・バッジョ、よし、ちょっとヘトヘトですね、ネイマール。アザール、うん、一人ではなかなか止めるのは難しいですからね。裏へのスルーパス、シュート、シュート、めちゃくちゃです。アザール、取り返した。ボールの持ち主が変わります。味方を走らせる。オッケーオッケーオッケー、よし、やっとネイマール帰れる。もう後半70分引っ張りすぎですよ、うん、モンストじゃないんだから。メッシ行きましょう。あれ、ジルーも疲れてるよ。何やこれ、こんなことあんの、初めての経験です。ちょっと期待できへんけど、モラタ行こうか、行こうか、モラタ。うん、せっかくねベンチに座ってるんですからね、たまには使ってやんないとな。フリーだ、抜けてくる、あ、惜しい。今ベンチに座るためにね、わざわざ入れてるわけじゃないですけど、試合に出ないとね、たまには、たまにはね。待て、おおおおおお、抜けてくる、待てよ、カウンターを仕掛けていきます。ちょっと待つことも大事や、待てよ、丁寧に足元を使う、よっしゃ、おい、さあミランボールです、もらった、ナイス、ナイス、もらった。イニエスタ、どうだ、アザール、アザール、ベースへ出す、遅いな、なんか知らんけど。リカルド・クアレスマ、ややトゥーレ、さあややトゥーレ、危ないぞ、キーパーから前線へ、うわ、あ、なにこれ縦にボールをつないでいきます。お、さすがモラタ、イニエスタ、モラタ、さあメッシ、抜いた、こぼれてる、わあ、ミューラー、あ、ゆるいフィード、このボールに触ります、囲む人数をかけます、待てよ、
ミュラーへのボール、自分で行く、頑張れ、こっちの方が助走はついてんねん、当たれへんか、サイドへ、なんだよこれ、よし、いいぞいいぞいいぞ、行け行け、メッシは走って、メッシ時間が過ぎるのを待つだけですね。受けてくる、コース空いた、シュート、おお、惜しいぞメッシ、いい感じやん、来い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 、そうですね、ここ勝負ですね、メッシ、うわ惜しい、ちょっとつくことができなかったか、ディフェンス陣なかなかね、まあ不幸中の、幸いはちょっとおかしいな、言葉的にな、なるほど、まああの、なんて言うんだったっけ、そういう言葉、なんかそういうことわざみたいなあったんだけど、ちょっとパッと出てこないな、ミューラー、セルヒオブスケツ、怪我の巧妙ね、ピアノ巧妙でね、あのメッシは後半から、前半はネイマールで形になりましたけどね、なかなかね、なんか後半メッシが結構暴れ回れるから良かったかなと思います。はい、ということでオンリビー、さあいかがでしたか、なんとか初戦勝利することができました。1点取られたら2点取り返してやろうっていうようなサッカーをお互いがやり続けてましたから、はい、ね、またこういう試合を見たいですね。そうですね、キムがいいからハイライトを見ましょう。さあそろそろお別れの時間です。はい、本日の解説は北澤剛さんでした。結局決勝点はなんか変なゴールだったんですよね。変なゴールというか、パリサンジェルマンが2対1で事故から生まれたゴールですね。これもう一つね、なんかうまいと言い難いです。これね、こっちのバッチョのゴールの方が良かったかなと思います。あれバッチョ、それ後半出てた、変えられたのかな、変えられた風ですね。そういえばこれね、相手からカスメ取って、うん、まあ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 勝ち点3は3です。やっぱ変えられてるな、はいはい。それではね、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回はね第2戦やっていきたいと思いますので、またご視聴の方お願いします。コメント、チャンネル登録の、よろしくお願いします。僕監督でした。お気に入り。